対局開始。お願いします。まあ、おっと、なんだその手は。三間飛車。いや、この手がね、実は嫌なんですよ。で、銀繰り出してきたりとかしてさ、もう銀には銀ですかね。やっぱり、銀には銀、飛車には飛車、角には角というね、そんな感じでいきましょう。でさ、こうやって動画作ってるんですけど、畳の学位、最近さ、ちょっと困ったことがありまして、まあ動画を編集するじゃないですか。で、編集中にパソコンの電源が切れるっていうね、そういうまあ事件がですね、よく起きてるんですよ。それがね、これ66角と打っちゃダメなのかな。2分30秒。いや、打っちゃえ。あ、でも一回受けるか。66角やると7九飛車内されて、これでも割り打ちの銀をしたいですね。割り打ちの銀、これ66角と打ってもね、多分飛車取られて、まあ、銀とかで弾かれてめんどくさいことになるんでね。だから、どうしようかな。とりあえずこれ7九角の筋を消すということですね。あのさ、将棋ウォーズでも、これこうやったら、将棋ウォーズとかさ、歩行動画とかを編集するときに、まあ、ムービーメーカーを使って編集するんですけど、編集中によくそのパソコンの電源がさ、切れちゃうんですよ。で、あ、これやばい、4五歩つけばよかったか。それでさ、まあ以前もね、生放送中に電源が切れるっていう、そういうことが起きたんですけど、これどうにかならないんでしょうかね。パソコン、ちょっとこれで、パソコンさ、諦めきれないんですけど。でさ、今日東芝に電話かけてみたんですよ。東芝お客様なんとか、なんとかってとこにね。そしたらさ、なんか修理するんだったら、確かさ、まあ、その症状にもよるんだけれども、症状じゃないや、その原因にもよるんだけど、なんかその基本料金だけでも1万円ぐらいかかって、で、内部の故障だったら、追加で、いくらだったかな、2万円ぐらいかかるって言われましたね。引くと、あ、なるのか。まあ、でも取りますけど、なんかさ、まあ、パソコン買ってからさ、まだ1分30秒。これ金打ったらどうするの。これ金打ったら角が取れそうですね。まあ、でも飛車なるのか。いいや、もらえるものはもらっとこう。でもさ、これでこれ取ったら、これ3九角と打て、ああ、なるほどね。うん、でも、これ銀でがっちり受けて、桂頭の銀、定石なり。これ馬でね、次3四銀とね。まあ、とにかくね、何が言いたいかっていうと、修理はしたくないんですよ。でも買い替えもしたくないんですよ。まあ、要するに欲張りなんですよ。つまりその、お金が惜しいんですよ。そういうわがままではいけないんでしょうか。これ金とかがっちり打ったらダメかな。そうか。1分。まあ、かっこいい、やだみたいな。ああ、ちょちょちょ。ああ、ちょっと大丈夫かな、こんな手で。あ、やばい、これ3、よし、ちょ、何や、4三桂成詰んでたやん。バカだね。4三桂成。桂馬は右にじゃなくて左、右だけじゃなくて左側にも効きますよね。もうほんと何やってんでしょうね。もうほんとボケてますよね。大ボケ、大ボケ、小ボケで日が暮れてですよ。まあ、大ボケってところがね、四国、徳島県にありますけども。もう何やってるんでしょうね。これ馬取ってきちゃうかな。もう、これこうやるの、あ、桂馬跳ねたりする。あー、止めるんですか。でも取りって、まあ、時間ないんだよな、これ。あー、もうよくない。
うーん、あ、でも詰んでるじゃん。え、どっち？30秒。こっちでいっか。あ、詰んでないか。え、飛車打ったら、もうパソコンとか、パソコンがないとさ何もできないですからね、本当に。え、なんか寄せ方下手だな。一徹見逃してますからね。お前なら極められるかもしれんの、将棋ウォーズの王道。やっぱりさ、将棋やりながら別の話をするとやっぱり精神が乱れるというか、心が二つに割れるというか、やっぱりさ、その地域みんなで心一つになる必要はないんだけども、町ぐるみで一つのプロジェクトに挑もうではないかとかね、みんなの心を一つにする必要はありませんけども、やっぱり自分の中で心は一つにしないといけないなと思いますね。でパソコンもやっぱりその自分に従順にね、働いてほしいなと思うんですけど、突然ね、パソコンの電源が切れて作業がおじゃんになるっていう、そういう事件がですね時々起きてまして、困ったもんですね。まあでもね、その毎日のように起こるわけではないので、1週間に1回ぐらい起きるぐらいな程度なので、まあ今のままクソ粘りで使っていこうかなと思ってるんですけどね。まあ東芝に修理依頼するんじゃなくて、なんかそのパソコンの修理を専門にやってる業者もあるんで、そっちの方が安いのかもしれないけど、ちなみにこのパソコンは2014年に買って、今2018年なので、4年間使い続けてるんですけど、4年も使えば十分だよ、買い替えればいいじゃん、とはならないですね。やっぱり最低でも7年は使いたいですよ。だって、東芝のダイナミックサテライトなんとかっていうやつで、だいたいさ、7万円ぐらいしたんですよね。だから、7万円したんだったらやっぱり7年間は使えないとちょっと納得できないですよ。まあでもね、ちょっとクソ粘り、悪粘りがね、新庄の将棋指してますので、将棋以外の分野でもクソ粘りをね、見せたいなと思いまして、パソコンはね、もう悪粘りでもう使い続けてやろうかなと思っておりますのでね、パソコン君覚悟してくださいね。これからもね、こき使いますんでね、将棋ウォーズに歩行動画に、生放送にね、こき使ってやりますんでね、もう引退は許しません。はい。